GM チャンネルスタッフ。ゲームマーケットがお送りする GM チャンネルスタッフ動画です。本日の担当は葵ちゃんと宮子と健太郎です。お大山でございます。はい、はい、よろしいですね皆さん。はい、よろしいですか。はい、マリオ&ソニックリオオリンピックの、今回はですね4人プレイでボクシングをはいはい、はい、よろしいですか。ボクシングですね。ボクシングですね。いいですよ。ボッコボコにしてるから。ボッコボコにしてるから。あれチンプレー、あの私ケンタロウちゃんとは別がいいですね。ってことはケンタロウちゃんと戦いたい。そうですね、ボコボコにしたい。あ、じゃあ、3対4なので上ですかね。一番上だよね。じゃあこれあれか、最終的に頂上決戦と3位決定戦が行われる。どういうことですか。そういうことになるんですか。下手くそっていうか、なんか言ってるんですか。え、じゃそういうことじゃないこれ。多分カクカクやんじゃないこれ。でもチームなのかな、どうなのかな。まあ一回行ってみよう。まあ一回行ってみようか、うん、じゃあこのとりあえずこの組み合わせで。そうそう、ボクシングでチームってどういうことですか。じゃあまず1回チームじゃない、でもトーナメント。なるほど、そういうことか。まず1回ルールを把握するためにとりあえずやりましょう。そうだね。その後、あのどういう対戦方式かでちょっと確認しましょうか。あ、これパワーの試しさがあるよ。ていうか、なんか必殺技パンチみたいなやつあるのか。ちょっとピッチャー本番に取っておいて。まあまあ、これ練習ですね。うん、確認用のね。じゃあ、ブレイクちゃん。おお、パンチが強そうな2人で。はあ。マリオ強そうだな。もともとオリンピックにボクシングってございましたっけ。あるよ。金メダル取ったじゃん、日本人。ああ、そういうことですか。これ失礼しました。2でジャブ、隙が少ないパンチを打つことができる。十字と2を組み合わせるとパンチの種類が変わる。2のパンチは B でガードできる。B、あの、裏後ろにある B ですね。で、B だけでボディーブロー、ガードすることができる。なるほど。簡単じゃないですか。ってことは、ボディジャブ。ボディジャブ。ボディジャブ。ボディジャブ、ガード。OK。えい。じゃあまずはこれ、おいちゃんとみやこちゃんが、はいはいはい、勝負と。いや、こんな貧弱なね、燃やし体型のやつに。おいちゃん、女性殴るってどんな気分。いや、もう爽快ですよ。ほら、もうジャブ入れちゃう。もうほら、ボディ入れるよ、ボディ。ほら、ボディ入るよ、ボディ。入ってるんですか。ほら、ボディ入ってるよ。ほら、ほら、ほら、ジャブ入るよ。ジャストガード。あ、ボディのやってくる瞬間に、ジャブ入る。これ、体力ってな。わからないかな。体力どっかな。あ、もうすぐみやこちゃんがたまるよ。あ、たまったらこれ取る。うわおー、一発けよ。あれガードすればいいんだよきっと。あれガードできるんですか。あ、ワン、ツー、スリーで、タイミング合わせる。ボディーブローはできないじゃったけど、あれできないと書いてなかった。タイミング合わせて今押すんだね、2ボタン。はい、そうです。お、なるほど。これやっぱガードされた。ガードできたよ、ガードできたよ、私。あー、難しい。優しくないよね。やだ、ね、やだって。優しくないよね。俺俺ボディがガラ空きだぞ。あ、やばい。おー、食らった。いいぞ、いいぞ。あ、やばい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 。ほら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 、デプシー、デプシー、デプシーロール。今だ。おお。あえて普段から奥さんの鬱憤を晴らしてるんだよね。いや、普段から殴ってるそうですよ。は？え？奥さん殴ってんの？いやいやいや、ひでえ野郎だよ。それは事件だから本当に。ないから。あ、やばい。あ、ナイス。動揺が、動揺が。これのリングに合わせて2ボタンを押していくと。2ボタンどこにそうなの書いてました。書いてなかったです。書いてなかったっすけど、勘でやるしかないんです。そうでしょ。よっしゃいねー。さすがに、あー、さすが普段から殴り慣れてる。だから違うわ。これありますそれ。人を傷つけること大好きだからな。ちょっと待って、語弊があるんだって。お、これナインカウントで。あー、目に力が。おめ、よし、今だー。あれ、いいぞ、宮田頑張れ。これ結構難しいな。これはあの、もう目がトローンと。ランスイ。あ、目に力が。あー、そうですね。デプシー、デプシー、デプシー、デプシー。よし、あーと、あー。今の声聞いたか、葵ちゃん。今すごいため息が聞こえた。あー、立てない。あー、立
せなかった。ああなるほど、蓄積ダメージあんだな。よし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 、じゃあこれを踏まえた上でケンタロウさんたち、もう操作方法忘れちゃった、練習っつってたけど、もうこれ本番ですね。もう本番ですね。ピッチ使えないんですね、私。ちょっと長いですからね、一戦一戦が。見てよ。B でガードできます。結構十字キー踏まえてあのジャブ打った方がいいですよ。結構十字キー使った方がいいです。うん、その方がいろいろアッパー入ったりとか、あの左右にデンプシーとか入ったりとか。でそうそう、壁際に追い込んで、今見たことないよ、我々の試合だと。あ、確かに壁際の試合なかったっすね。痛いの？いやいやいや、顔面がいっぱい張ってる。顔面いっぱい入ってますよ。相手がボディ打ってきたら、あの顔面にかまして、ボディ、ボディどうするんですか？ボディは2ボタン、1 お、4で立ち上がりましたね。まあ、まだまだ浅い。まだまだ。これ基本はね、ボディを打って前半ボディを打って相手を沈めさせてから攻撃するのがボクシングだね。あ、A 打ってますよ、3。ケタラさん、2、あれ、A ボタン。あ、忘れてた。でも次も確か持ち越しできたはずです、確か。お、持ち越してます。はい。ガム近い式を狙って。あれ、意外と大山が強いぞ。意外と強いっすよ。私、昔ボクシング漫画超読んでましたからね。ボクシング漫画の影響あるんですか？あー、たったか。A 打ちましょう、A 打ちましょう。あ、二人とも A 受けますよ。おー、入った。え、俺同時？あ、俺か。はい。あ、これありますね。ポチ。そう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 。あれ？え？あ、危ねえ。危ない。最初押してなかったから。あ、でも消費してないよ、ね。そうですね。まだ A 使ってないです。おー、入った。もう立てないでしょ。クリーンヒットしましたぞ、これは。入りますね。お、普段から音ゲーやってるパワーを。あ、立つか、立つか、立てるか、立てるか、立てないのか、立てるか、立ってなー、 KO。 よし、これは、ね、小山、宮子ちゃんと健太郎氏のバトルが見てみたいんだから。そうですね。これはちょっと僕たちの見せなくていいか、ちょっとこれあれなんだ。キャラクターを選んで選び直してトーナメントで勝ち上がるとかじゃないんだね。競技を選ぶから、ちょっと競技を選ぶから、ちょっといいよ。 2P、3P だけちょっと戦ってもらっていいかい？いいよ。 2P と 3P 先できるのか、できなければどっちかに 2P 渡す。これ我々の1位の1位、あ、下1番下、我々の1位決定戦はいらないんですか？1位決定戦見せた方がいいですか？じゃあ先にそれ1位決定戦やって、じゃあやっていいかい？はい。いや、僕あの正直大山戦いたくないなと。え？僕多分勝てますよ。僕負けそうで。キャラさっきと一緒にします？まあ、まあもう大山ピッキー入れちゃってるからね。もう選んでました。 あ、ゴリラとクッパでも結構違いがあるんですね。あ、確かに。ゴリラはなんかあんまパッとしないですよ。あ、違う、カメ。なんか似てるから間違えるんですよ。でかい人、でかい人。じゃあ僕はゴリラ、あ、ゴリラ、いや、クッパにするのかな。太郎シソニック。あ、そうか、俺選んでなかった。はい、選んで。ヤコちゃんヨッシー、私ヨッシーです。オイちゃんクッパ、僕クッパですよ。ケンタロシーナックルズ。じゃまずオイちゃん VS 私。そう、オイ対オンピー。はいはい。あれ、ナックルズ、ナックルズ、ナックルズだと思います。ナックルズ確か。じゃあここで1位決定戦ですよ。はいはい。クッパ VS ピーチ。さらわれる方とさらう方ですよ。あー、早い。やべ、大山強い。結構タイミングいいですね。ちょっと大山強いんだけど。いいですよ。日頃の鬱憤晴らせ。いいぞ。日頃の鬱憤。さてばっか嫌がってって。いつも俺を驚かせよ。おー、それリアルな何ですか。おー、バウンドポジション入ったぞ。俺は勝ち上げるぞ。あー、なんか2寄せて、あー、ピーチだ。おら、吹っ飛ばされた。あー、全然押してなかった。押してください。あのピーチの目結構やばいね。脳震盪いってそうな。ちょっとやばいですよね。もうちょっとで倒れそうな感じ。ほら、顔面いくぞ、顔面。やめてやめて。あ、顔が。まあまあ、まだね。間に合うか、間に合うか。また全然。ああ、間に合った、間に合った。あ、でもランド1がちょっと
もうそろそろ終わりそうですね。おー、危ねえ。あー、くそ。今必殺技絶対構えてたよ。よくわかりましたね。絶対構えてると思ったもん。あー、間違えた。よしよし、間違えた。ボタン押しちゃった。よし、勝ち上げるぞ。ほら、デンプシー入れるぞ。今だてるか勝てるか勝てるか、まあ、まだね、まだ、ちょっと次は怖いですね。あれ、あーだあこのイエス、あやばい、もうカウンター結構でかかったですよ今。あ、ピーチカウンターが強い。なんかキャラによってカウンター強いキャラいますよね。やばい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 、くらえくらえ、よっしゃー今のはガードだな。今のはガードだったな。もうこれ多分無理じゃね。僕めいっちゃってますもんね。そうですね、全部完璧にやんないと。ピーチは全部あれなんですな、うつ伏せじゃなくて。おーよし、おー痛い。おやさんいけるよ。次ダウンしたら多分ダメですよ。よし、いや絶対下に当たってくるもん。よし、あー頼み来た。まだラウンド3、ラウンド3、まあ、次ラウンド3です。痛いな。あ、クソ、中身乗ってくる。あ、やべえ、危ない。あーやだー、やべ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 、やめてやめてやめて。もうこれダメでしょ。これはもう立てないでしょ。お、いける。インターバル挟んでね。あれ、あ、あー、負けた。クソ、蹂躙された。ちょっと今のはどうかと思っちゃった。さあ、はい、で3位決定戦、待ちに待った3位決定戦、まあ、3位決定戦というか、まあ、一番雑魚決定戦です。言うじゃないですか、言うじゃないですか。え、これヨッシーがミヤコちゃん。そう、あのヨッシー手短っ。ヨッシーもっと鼻でなくてるから。鼻でないですよ、鼻でないですよ。あー痛い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 、何これ、これ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 、デンプシーが、デンプシーが。ボディはあんま入んないんですね、ダメージが。いや、これね、結構蓄積されるんじゃないですか、ボディは。おおおあいつ、あいつ、拳じゃないぞ。いいですか、審判今のは反則じゃないですか。あ、そうです。下はちょっと、審判もあそこまで下が伸びるとは思ってない。さあどうですか、うん、この勝負。いや、これね、もう両、あーあー両パワーが溜まってますからね。次の試合どうなるか、ね、始まる瞬間にもうケンタロウさん A ボタンにもたって リーチがね。おあー惜しい、ジャストガードでしたね今。上と下の内訳なんかいいですよ。上行って下ですよ。お、ガードした。おケンタロさん、上行ってからの下ですよ。ほらやってごらん。え、お上行ってからの下よ。みやこちゃんいいよ、いいよ、ランパー、ホワイトパン出しなさい。いいよ。おお、ホワイト。さあケンタロウ立てるか。立てますかね。でも多分前は立てるんですよね。お、でも8まで、8か、8結構蓄積してる。あ、さああと1分、みやこちゃん決められるか。太郎氏はきっと A ボタンを押してくる。あ、カウンター、いいよ。 A ボタン、お、ガード A ボタン、いいぞ、 A ボタン、ダメそうだ、ガードしてない。お、ステップなんてあったんだね。ステップあるみたいですね。左右キーでちゃんとステップしてます。お、ステップ、あ、なるほど。あ、あ、アウトボクシング、アウトボクシング、アウトボクシング。お、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 いいですよ、みやこちゃん、いいんじゃないかい。 A ボタン、エボタン、でも邪魔だ、早いよ。え、油断させないと、油断させてからじゃないと。そこのエボで聞いてたら負けるんですから。さあ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 、だんだんと鼻に蓄積してきてるよ、ダメージが。鼻が、鼻が、おめえの鼻は何色だ。緑色。さあ、よし、立てるか。あ、これは、あ、もう目が腫れてますね。でも俺一回も必殺技打ってないよ。確かに当たってない。必殺技打たずとも、よし、もう目が腫れてましたから。
というわけで3位はケンタロウさん、はい、ビリが私でした。いやでも俺結構危なかったよあパンチが全然当たってない。なるほどね。なるほど。あれですな、大山は初見の格闘ゲーム強いですな。そうです、ね、初見は強い、あれで、ま、周りが知らない周りも知らないやつ、周りも知らない、はい、はい、というわけで本日は以上ですね。はい、GM チャンネルではほぼ毎日17時から動画を配信しておりますので、よろしければ見てください。というわけで以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。 GM コイン